介護大学観光帯の巻き方について紹介します。太さが変わらない部位に対して行います。まず包帯の外側部分が皮膚に当たるようにして巻き始めます。その際包帯の端の部分を中枢側に少し引き寄せておきます。底の部分を真正側に折り返して再度巻きます。折り返しをしないと皮膚に密着した部分から包帯がずれて折れやすくなってしまいます。必要な長さを巻いたら包帯は内側に折り込んでテープで留めます。包帯の巻き始めの基本となります。覚えておきましょう。